こんにちは、ここは横浜駅ですが、また JR 東日本の制服を着て、お、中国語も喋るんですね。あのペッパー君、これはこの間ご紹介しましたが、これはね、みんなで育てようプロジェクトということで、一度話しかけるだけではなく、何度も何度も話しかけることによって、このペッパーが成長するということが見込まれているようです。だから前回からの成長、ちょっと試してみようと思います。トランジット、今回は英語でやってみましょう。 How can I get the Narita Airport Terminal 1?お、ちゃんと聞いてくれた。 Let me think。 そんなに考えるのか。ナビゲーションアプリを起動してみましょう。まあこんなところですかね。え、何？ I want to take All Nippon Airways。 All Nippon Airways って言ったんだけど、私の発音が悪かったのかな。あ、何言ってんの？ああ、え、写真？写真撮れるの？Let's take off。 頭おかしいんじゃないかな。 I want to go to Narita。 I want to go to Narita Airport。 すごい単純な The Narita Airport って言ったんだけど、ダメだった？私の英語の発音がダメなのかもしれない。頭おかしいんじゃないかな。ちょっと私の発音おかしく、そんなにひどくないと思うんだけどな。しょうがない、英語で挑戦するのはやめましょう。そんなに難しいこと聞いてないと思うんだけど、成田空港の行き方が答えられないんじゃ何もできないぞお前。成田空港第一ターミナルに行きたいです。うん、実に分かりやすい発言だ。考え中です。どちらの駅ですか？何を言ってるんだお前。え、どっち1分。何ニコニコしてんだお前。ニコニコ笑えば許されると思って。初心者だからそれはダメです。研修中とかいう札をつけておけば。タブレットを確認してください。これバカにしてんのかな。どう見ても、え、成田空港の行き方も。すみません、もっと勉強しますね。才能がないやつが勉強しても無駄です。もう一度やってみよう。メニューを選択してください。成田空港は遠いのかもしれません。羽田空港に行きたいです。ちゃんと音声を拾うことはできます。考え中。どちらの駅ですか？なんでこんなことになるのかな。羽田空港って言えばいいのかな、もしかして。これじゃダメだ。メニューを選択してください。羽田空港。考える時間がない。成田空港はいいところです。こいつ頭おかしいな。駅を和ませるぐらいの効果を発揮するかもしれません。自分よりもバカなやつが一人。国鉄はどうして分割民営化されたのですか？ちゃんとちゃんとJR の制服を。実はフランス生まれなんです。頭おかしいけど、でもこれ面白いですね。 JR の制服を着た人のここに国鉄千葉労働組合の最近の動向をどうお考えでしょうか。いいね。千葉といえば国際線の飛行場がありますよね。飛行機ってあんなに重いのになぜ空を止めるのでしょうかね。答えをはぐらかすこの方法は一流の JR 駅員です。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。そう言われると不安になってきました。結局スマホで調べてみてください。結局スマホで調べるんだ。ダメですね。こう何一つとして普通の会話もできなかったと思うんですけど。メニューに戻りますね。あ、いいですよ。メニューを選択してください。ダメなのこれ。よくある質問。行きたい場所をタッチしてください。あ、なるほどね。じゃあ緑の窓口とか聞いてみてあげよう。簡単な質問なら答えられるのかな。緑の窓口に行きたいです。これでできなかったらクビだ。緑に行きたいです。ダメだ、押さないといけないんだな。緑、はい、緑は JR 北海道専門本線川井温泉との峠を境にした駅です。こうやって育ててやることが何よりも大事です。これ敷島の制服なんじゃないかな、違うかな。私多分これ敷島だと思うんですけどね。 JR の制服っていうか乗り換え案内だからな。そうか、乗り換え案内か。乗り換え案内で緑の丸口っていうのは確かにおかしい。これは私の聞き方が悪かったよ。東京駅に行きたい。これぐらいはちゃんとできるんだろうな。これできなかったらおしまいだよ。あ、なるほど、できる。はいはいはい、解決。
役には立ってないんだけどね。もう一回質問してやろう。ありがとうございました。メニューを選択してください。新横浜駅に行きたいです。ちょっと考えました。新横浜駅だったら案内できるでしょ。さすがにできるよね。これ目的の駅までの、あ、できるね。でもブルーライン案内するんだね。もうここ JR の改札の中ですから、ブルーラインじゃなくて普通はまあ多少面倒でも東神奈川で乗り換えるなどして横浜線に乗っていくと思うんですけどね。さすがに JR の改札の外だったらまだわかるけどね。すみません、いや解決はしたか。解決はしたけど、もう一つぐらいオプションを提示できるようになった方がいいと思います。じゃあ微妙な駅を選択してやろう。新大阪駅に行きたいです。でも成田空港でもダメなんだからダメだろうな。新大阪空港に、新大阪駅に行きたいですと読み取ることができなかったか。あ、でもちゃんと新大阪行きの乗り換え案内はできるんだな。あ、分かったぞこれ。これも合ってるから多分ね、羽田空港国際線ビル駅へ行きたいです。なるほどね。ちゃんと目的地の駅の名前を正確に読み上げることができればペッパー君も案内ができるようです。でも成田空港は駅の名前だったと思うんだけどね。まあともかくこれはちゃんとできていましたんで、これぐらいの案内はまあ OK してあげようと思います。でも大体の人が携帯電話持ってるからな、今更ここでこんなものが設置されてもまあしょうがないかとは思うんですが。うるせえ。それあの大事なこと言うのを忘れてましたけど、国鉄千葉労働組合ではなく国鉄千葉、動力者労働組合というのが正しいです。あ、動力者っていうのはあの運転手さんのことを言うんですが、あの元々ですね、あの運転手さんっていうのは結構誇り高いあの仕事だということで、それだからなのかな、私も勉強をもっとしなきゃいかんのですが、運転手用のですね、労働組合というのが分かれておりまして、で千葉道労というのがあの国鉄千葉動力者労働組合の正式な略称ということになっております。まあ、なので、ね、あのよろしくお願いしますということでした。国鉄千葉労働組合で労働組合あります。私さっきね、あの道路千葉の正式名称なんだっけって言った時にあのこう言い忘れちゃいましたので、一番その点だけはあの重要だから間違いないお願いします。授業が終わってですね、ここは横浜駅です。僕にこうやって話しかけてくださいね。この間ご紹介しましたあのペッパー君を駅員にしてですね配置するというのは横浜駅で私が知る限り2カ所やっておりますが、見ますとなんと首を深くうなだれて、そして、まあ、首を深くうなだれて言い方が正しいかわかんないですけど、これねあのマイクがここにセットされてたんですよ。でこのマイクに話しかけて、このペッパー君に対して、あのすいません今から成田空港に行きたいんですけどとか言うと、あの案内をしてくれるというものだったんですが、このように死んでおります。動かないとやばいね。怖いですねこれね。あのここにタブレットなんかもつけてるわけですが、あの着てる服は多分トランスイート敷島のやつじゃないですかこれね。こんな立派な服、ちょっとホコリだらけになってますけど、なんともかわいそうだ。まあ、これなんでこんなことになってるかって、これ多分試験運用だったんですよ。で、ついこの間までは、JR 東日本の横浜駅で、これに話しかけて、そして、まあ、機械学習をするもんでお客さんの、オーダーに応じて、まあ、案内をする。でそれがちゃんとできたかどうか、ちゃんとできました、ちゃんと案内できませんでした、そのアンケートを取りながら案内の精度を向上させていくというものでした。私この間ねこの案内の試験運用が終わる直前にここに来て、これにですね成田空港に行きたいんですけどって言ったけど、なんか全然違う場所を案内された記憶はあります。成田空港の案内はできないといけないんじゃないのかなと思ったんですが、空港第二ビルもね同様になんか全然違う場所を案内されたんですけど、あやっぱりまだまだ難しいんだなと思ったんですが、終了してすぐ撤去しないとこういう風な見た目になるんで、これはちょっとシュールすぎるな。